日本財団が推進する海と日本プロジェクト in 新潟。今年も海と日本プロジェクト in 新潟はさまざまな海の情報を発信してきました。チェンジ・フォー・ザ・ブルーを合言葉に行われた海洋ごみ削減プロジェクト。海ごみゼロを目指し、新しい試みもありましたよ。みんなも楽しみながら拾ってるっていう宝探しみたいな。海の調査では子どもたちが海を体験して多くを学びました。これからも海を大切にしていきたいなと思います。調査を通してこんな料理も完成しました。この汁は佐渡の食材だけで作りました。海だからこそ味わえる楽しみ、海のイベント。海の新しい価値がたくさんありました。人生を豊かにできる。ビーチってそういう力が僕あると思っているので。新潟の海にたくさん溢れていた海への思いや関心は、この夏も多くの人々を幸せにしました。未来の海のために今できることを。海と日本プロジェクトの活動はこれからも続きます。海と日本。